こんばんは、平井博明です。今回からですね、第1弾ちゃんとやってよシリーズ、勝手に第1弾って言ってますけど、シリーズ化になるかはまだ決めてません。なんで1弾としてちゃんとやってシリーズをやっていきたいと思います。1回目はスタンスですね。スタンスの向き、やっぱりね、どう考えてもやっぱり右向く方がね8割以上いるアドレスだからね、それをちゃんとスタンスを取るってことっていうのがやっぱすごい大事なんで、スタンスの取り方、右の向かないスタンスの取り方をちょっとやっていきたいんですよ。でこれで右向かなくなればいいなっていう思いで撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。右向いちゃうとさ、うん、それがさ100点のナイスショットでもさミスになっちゃうんだもんね。 BO です、ギーミーのそうするとさ、うん、変な風に直してどんどんぶっ壊れてくるもんね。そう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 、あのね、いいことがないの。そうだよね、うん、右行くことしかない右向いてんだからね。そうでね、それの原因もやるし、なんで右向くかもちょっとやっていきたいんだけど、うん、まず右向いて打つとスイングが急ぎ始めるの。それは左に打とうとするから、ね、そうなんです。まず打とうとしてるじゃない、この方向に。でも実は右向きます、うん、でこのライン立つでしょ、うん、でもさ、この方向に打ちたいんじゃん自分は。ってことはもちろん右行くでしょ。あ、やべえ、まっすぐ向いてんのに右行っちゃったって言って、今度この向きから、そうするとゆっくり打てば打つほど右に行くのに、左に行かせようとしてるから、もちろん急ぐじゃない。急ぐとクラブの重みを感じなくなるの。なんで急ぐかって言ったら、手が急ぐから、こうやって、で手が急いだら右向いて最初シャンクが出る、シャンクが出たりトップが出るの、それ嫌でしょ。だから右肩突っ込む、こうやって、そう、球上がんないでしょそうってなると、今度球上げたいでしょ、右膝で球上げたいから。もうこれはもう四天王だから、フルコースじゃん。フルコースですよ、もう全部出ちゃう、やばいじゃん。そうだ、右向くってやばい。左向いてた方がいいの？まっすぐ以外って言ったら絶対左向いた方がいい。あ、そう。そう、左向いて例えばこれに打とうとしてこっち向いてたら、どんだけ緩く構えてどんだけゆっくり打ってもボールってまっすぐ行くから。そうなの？そう、ゆっくり落ち着いて打てば打つほどまっすぐ行く。左向いてればね、アプローチ左取るでしょ、オープンスタンス。あ、ゆっくりポーンって打ちたいから。あ、本当だ。そう、要は解放してあげたいから、打ちたい方向に面向けてあげたいから、こうやって。だから左向いて打つと焦らなくて普通にこうやって右には飛んでいかない。だからクローズスタンス、オープンスタンスだったらオープンスタンスの方がまだいい。かっこ無意識の場合ね、意識して右向いてクローズスタンスにするんだったらその意図があってやってる方だからいいんだけど、どん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 気づけば右向いちゃうんだよねっていう人は一生懸命左向いた方がいい。そういうことだよね。そう、大げさなぐらいじゃ向いても右向いてるよりはいいんだ。そう、全然いい。で結構ラウンドダウンのはこうやって構えるじゃない。え、平井さん右向いてますよ。えっていう、えじゃないよっつって、だってグリーン外向いてるから、それぐらい向くから。今トールくんが言ったね、言った。だってグリーンあそこ狙ってんのに。そのさ、目の前に50あるじゃない、うん、あそこにじゃ真剣に構えるよ、うん、ちょっとじゃあトールくんこの辺で見ててくれる、うん、こうだな、これやばいでしょ、全然違うとこ向いてるでしょ。本当だ。そう、これやるから。なんで？なんでなの？そう、なんでなの？なんでなのよ。前も動画でやったんだけど、もう一回おさらいするね。まず本当はこのボールの上にこうやってあると思って、ここにこうやってやるね。でみんなこうやって後ろから見るじゃん。後ろから見てまずこの架空の線をそもそも作れてない。ああ、そうなの。そう、この架空の線を頑張ってめちゃくちゃターゲットに合わせて取らなきゃいけないの、うん、まずこれができてない。これはどうやって取るのって言ったら、いや取るしかないの例えばこの辺のゴミとかボールの後ろでもいい、ゴミを見つけてそこにボールとターゲットを結んだ延長線上に全て3点収まるかどうか、ターゲットとボールとゴミ、それがまっすぐつながるかどうかがまずポイントね。それは頑張ってやるしかないの。そう、それでそれができましたって言ったら、その平行に向かって今度自分がそこに立つじゃない。そしたらこうやって向かってこうやっていくでしょ、こうやってしたら、この架空のライン頑張って作ったのに対して90度ボールの真下、この線がまたげない。今度例えばこれがさ、ボール中心だからボールが軸でコンパスでこうやって動くじゃん、こうやって。そう、これがずれてこうやって構えるじゃない、またげてないじゃん。これがまっすぐ構える条件じゃない、またげてれば。でこうやって構えればいいんだけど、これがこっちから入ってきた時にこうやってやってこうやってまたぐじゃない、そしたらもう右向くじゃない。そうだ、この90度が取れてないの。
それがなんでかって知りたいんだよね。そうだね。そうだよね。左足から入るから。あ、そうなんだ。ガバって。左足から入っちゃダメ。両手か右手で右足から入る。こうやって。これ、これ、これ。これ入り口。今これ入り口ね。こうやって入んなきゃダメ。で、こう。すごいプロっぽい入り方。マジ？プロっぽく見えた。なかなか言われないから。もう一回やるね、一連の動作で。これ、これ入り口。ここがダメなバージョンやるよ。これ、こうなって、平行じゃないでしょ。左足から入るとこうやってずれるから、右足から入る。大したことなさそうなことだけど、うん、すげえ大事なんだね、それ。ああ、めっちゃくちゃ大事。やばい大事。そう、確かに聞いてるだけだと、いやいや、そうでしょ、そうやってればいいんでしょって感じじゃない。感じだけど、そう、でもそれだけ悩んでる人が多いってことは、めっちゃくちゃ多分大事なことなのよ。難しくてやんないんだ、ちゃんと。それは、そう、ちゃんとやんないの。だって取り直してって言ったらできるんだもん。あ、そうなの？そう、1回目にやんないってことはちゃんとやってないでしょ。あ、そうだね。そうでしょ、うん、2回目できんの？できる。100回やってできないんだったら俺諦めるよ、うん、だけど2回目できんのに1回目やんないってことはそこ集中してないでしょ。そうだね。そうでしょ。あ、確かに。だから俺は許せない。そうだね、できることやってないんだ。そう、だから俺ラウンドでは打たせないもん、ブーって言うから。だってもうミス出るの分かってるもんね、右向いてんだから。そうだね、会った瞬間にね。そう、ナイスをミスにはさせない。あー、うん、これで、こうやって構える。そう、だから左でこうやってやったら、やっぱりね、こうかぶるんだよね。かぶりやすくなるのよ。やっぱりこの架空の線をこうやって縦にこうやってスライドできるイメージをやっぱ持ってた方がいい。そうするとスタンスにもさ、こうやって合わせられるじゃん。だからここが、ここ分かってるよ、ここ分かってるよっつってこうやってやっちゃう方もいるから、これをちゃんとこういうふうにこうやって平行で移動させるようにイメージを作らないといけないっていうのもある。そもそもこの T 字よね。この T 字はめっちゃくちゃ大事。これはほんと大事よ。あと、じゃあこうやって練習場でこうやって平行に立ってこうやってやりました。で、こうやって構えるじゃない。したら、この姿勢からターゲットを見た左肩越しの景色を覚えること。右向いてる方がちゃんと立てたら、ターゲットが右に見えるから。いつもより左に向いてるから。そう。だから、そういう景色を構えてこうやって見た時に覚えることもめちゃくちゃ大事。意外とこっちにあるんだっていうのはね。そう。左足リードとか左手リードが先じゃないの。まずこれ、これが大事で、アドレスを取れたらそこでスイングをもちろんしてあげたらその方向に飛んでいきやすいのよ。だけどそもそもこれができてないから、本当前の動画でも言ったけど、正解か不正解かわからない。それ一番やばいよ。やばいでしょ。そう、答えがわかんないから、うん、だから入り方、セットアップの仕方はめちゃくちゃ大事なの。だからこうやってこうやって面をこうやって向けてあげて、こうやって入ってあげた方がいい。こう背中向けてこうやって入らない方がいい。こうやって左からこうやって、これだとこうかぶりやすくなるからね。それはもうあんまりおすすめしないな。だからこのね、アドレスってすごい重要で、もちろん右向いて打ったらさっき言ったようにミスがいっぱい出る。クラブの重さ感じないからどんどん触れちゃうから、で上から打っちゃうしね、大根切りになるし。そう、だからそういうことが本当簡単に起こるから。だから右向いてるかどうかチェックする方法ってあるの？ある。一番いいのは、まず先にアドレスをセットしちゃうの。コースでこうやって構えるじゃない。こうやって構えて、じゃあこのマット通りでいいや、マット通り打とうとします。したらボールと体の真ん中、この辺にこうやって線を置くので、今自分が打とうとしてる方向にこれを、うん、これぐらい、これぐらい今打とうとしてる俺。してそれを置いて後ろから見る。そうするとその50のグリーンの方向を狙おうとしてるのに全然違う方向行ってんじゃない。そう、だからこれが分かる。わざわざ届かないボールのところにこうやって置かなくていいの。ドライバーだと置けないから。だから自分とボールの間ぐらいにこうやって今打ちたいなってラインにこうやって置くわけよ。したらこうやって構えるって置いたら後ろ後ろから見る。そうすると今向いてる場所が分かる。ああ、トロ君どこ向いてって言って。いや、 100あれ、うん、ちょいオープンか、ちょいオープンか。まあまあ、ちょいオープンでね、打ってみていい？悔しいから。
オープンだって分かってるからね、カットしちゃったね、言い訳ばっかりごめんなさい。そうだ、ああいう風になんとなく取れてるとアドレスが決まりやすくなってくる。そういうのめちゃくちゃ大事。今はちょっとゲーム感覚でどこ向いてますかっていう感じだったけど、あれをちゃんとこう後ろからやってあげることが大事。オープン、俺オープンは大好きだからいいんだけど、だから右向いちゃう時もあんの。俺も今みたいにやって、いやこれまっすぐだ、それがちょっとオープンだって思ってても、え右じゃんっていう時あるわ。だそれがチェック不足だよね。だそういうのをなくしてあげた方がいいから。そうだ、ちゃんと自分がどこ向いてるかっていうチェックを、今トル君が言ってくれたようにやることが大事よね。で今みたいなチェック方法でね、あれやってあげた方がいいんで。そうだから、こういう意外と誰でもできることで、できるからってちゃんとやってないことって、重要なことって多いんだよね。だからそれちゃんとやってシリーズにしたいなと思って、ない方がいいんだけどね本当はね。だけど意外と見てて、あーそこもっと丁寧にやったらもっといいのになっていうとこ結構あんのよ。それの一つが多分一番大きいポイントはアドレスなんだよね。だそこはもちろんボールとの距離もそうだよ。だからそれをやってあげて、練習場からでできるんで、チェックすることでね、それやっていただいた方がいいと思います。はい、今回はですね、アドレスを右向いてしまうっていうことで、直し方とですね、練習方法などをチェック方法ですね、取っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。